三木家住宅は、兵庫県姫路市にある歴史的建造物。林田、王将野球三木家住宅として、一般公開されている。三木家は、映画上主三木氏の出自と伝えられるが、1580年、橋場秀吉による晩秋信仰により、映画城が落城し、一族は各地に逃れ、当家は林田に帰的の推し、江戸時代を通じて、林田藩の王将屋を務めた。 屋敷地は約4200平方メートルを占め、敷地内には母や、長屋門、引き続きのりおれに、長屋、土蔵の六棟のほか、屋敷紙、裏門等が損し、周囲は土塀で囲まれ、南西には園地が広がっている。また、長屋生誕には藩主を迎え入れるためのおなり門が建てられている。主屋田六棟の建物は1988年。 姫路市指定重要有形文化財に、1990年に兵庫県指定重要有形文化財に指定されている。また、古文書は5068点に上り、超えずも十数点が残され、うち6点が不指定を受けている。平成22年7月、保存修理工事と庭園整備工事が終了した。三木家住宅は、胸札や古文書等創建年代を明確に示す。 物は発見されなかったものの、土間の小屋束で原文2年と書かれた祈祷札が発見された。また、古文書には、もともと、三木家住宅は、現在地から300メートルほど北にあった、林田藩神屋の門前に立地していたが、当家の牛馬の往来が激しく噴霊で門前を、けがすため、三代目当主帝級の代、官営20年に現在地に移されたことが、記されている。 三木家住宅の建築時期は、江戸時代初期と推定される。民家移行としてはかなり古いもので、王将屋の建築として、兵庫県下で年代が推定できる最古の移行である。また、この時代の王将屋屋敷が残っているのは、全国的にも極めて珍しく、民家史上重要な移行と言える。林田、王将屋旧三木家住宅公開について林田、王将屋旧三木家住宅。 ありがとうございます。